データサイエンス入門というふうに書いてあるんですけど、最近データサイエンスは非常に流行っていて、いろんな大学でデータサイエンス専門の学科とか学部を作っています。とは言っても、あまりデータサイエンスを教える人材というのが少ないので、古典的な統計理論とかね、教えているのが多いと思います。で、データサイエンスをするために一番大事なものは何かっていうと、プログラミングだった、Python だったね、という話をして、これからの演習のモチベーションにしたいと思います。で、これ、その大学院の授業のテーマがビッグデータ。ちょっと古いんだけどね、ビッグデータって言葉は古いんだけど、そういうお題なので、一応説明してます。ビッグデータっていうのは、ちょっと前に流行った、いわゆるバズワードってやつなんだけど、一応大事なキーワードです。単なる流行りではなくて、最近の流れを表している。で、何かっていうと、量がもちろん多い。ね、これ昔の予測で今は、本当はわからないんだけど、2020年、今年だと、世界のデータ保管量は35ゼタバイトになるっていうのは。ゼタって何っていうと、知らないよね。これ一応、今後はね、こういう大きな、ものの単位というのは知っておいた方がいいと思います。で、一応テラは知ってるよね。テラは知ってね。私のドロップボックスは2テラかなぐらいで、テラは最近普段使い。ハードディスクも、普通ちっちゃいポータブルのハードディスク買ってきても、テラのはあります。その1000倍がペタです。次がエクサ。このゼータっていうのはそのまた1000倍です。で、このぐらいになると、もうデータセンターぐらいじゃないと入りきらない。ということで、相当でかいデータ。その上がヨタ。で、その舞台はブロントっていうのが非公式で。この辺は使わないんだけど、こういう大きな数字の単位は一応常識として知っておいた方がいいと思います。で、ビッグデータには、の特徴として、この 3V。これ V ね。V。があるんだけど、最初はボリュームです。次がベロシティ。速度が速い必要がある。ね、で、次が多様性のバラエティ。で、多様性って何かっていうと、定型データではないんだね。昔はデータベースは全部定型じゃないと入れなかった。ね、きちっと形が決まっていた。で、そういうデータベースが多かったんだけど、最近では非定型のデータっていうのが、NoSQL とかだったね。そういうデータがほとんどを占めるようになってきて。この3つが代表的なビッグデータの特色なんですけど、他にもある。ね、データが価値を持つことの場合、無理やり V にしてるんだけど、正確なこと、ベロシティって言います。で、変動性を持つこと、バリアビリティ。データが互いに連結し合っていると。あとはいっぱいあるんだけど、7V ぐらいあるんだけど、これ無理やりやってるんで、基本はこの3つを押さえておけば大丈夫。ね、ビッグデータっていうのが、今の世界の流れだね。どん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 データ量が増えていって、それをどう使うかというのが、企業の生き残りの鍵になってきているというのが、一つの流れです。それを取り扱うための科学がデータサイエンス。そのための手法が、この演習のテーマにもなっているアナリティクス、解析的な情報技術。で、何をするのかっていうと、分類すると、主にこの5つぐらいに分けられる。で、最初が記述的アナリティクス。英語で言うデスクリプティブアナリティクスっていうんだけど、これ単にデータを集計してレポートを表示するだけです。ほな昔からやってる。Excel でできるでしょって話。最近のビッグデータだと、当然 Excel には入らないんだけど、Python 使えば簡単。で、次が診断的、ダイアゴナスティックって言います。これはデータを用いて診断をしましょうという話。これも Python 使えば簡単。で、次は何か見つける発見的、ディスカバリーな、アナリティクス。ちょっと前に流行った言葉で、データマイニング。という言葉があります。要はデータがいっぱいあったときに、そこから何かいいことを、知識を、抜き出していきましょうよっていうのが、これです。で、次が予測的。プレディクティブ。といって、この後勉強する機械学習とかに代表されるように、未来を予測する。私が言うと未来なんだけど、フューチャーね。これ未来。で、こっちの、上の3つは、過去だね。過去のデータを使って何かするのがこの3つ。昔からある。予測をするのはフューチャーの方で、で、もう一個あって指示的ってのがあります。プレスクリプティブって言うんだけど、これは最適化とかを使って、将来何したらいいのっていう行動を指示する。
単に予測するだけじゃなくて、行動を見つけてくるというのが、まあ、一番難しいところです。皆さんの、その、なんていうのかな、将来会社入った後やることは、こういうのを駆使してサプライチェーンを良くする、ロジスティックスを良くする。ということだと思います。で、手順です。まずデータを集めてくるんだね、あちこちからね。で、次に、たくさんあるんだけど、データを準備します。これ大変で、いっぱい分かれてます。抽出したり、こうきれいですね、リファイニング。で、互いに関連付ける必要があるときは、リンキングといって、このデータとこのデータは関係してますよということを自分で抽出する必要がある。で、アグレゲーションといって、データが大きすぎる場合は集約をします。で、きれいにする。まあ、欠損値といってね、抜けがいっぱいあります、実際のデータ。で、クレンジングとかする。それから、そのデータって何なのってことを調べるために、エクスプロレーション、探索ってことをします。で、実際にこっちにかける前に前処理、プレプロセッシングってことをする。いいでしょうか。で、ここから、実際の解析に入るんだけど、まあ、統計とか機械学習とか、この後勉強することがいっぱい書いて。最適化もあります。これ一番ハードなところなんだけど、実際の問題をモデル化して、定式化して解くと。で、終わったらレポートを出したり、可視化したりして、で、実際にそれを実施して、できれば自動化をするところまでが、アナリティクスの実際問題を扱うときの手順です。で、実際に準備のところでやった、2つの大きなデータ探索とデータの前処理について簡単に説明しますと、探索ってのは要はデータを知ることです。データってよくよく見ないと何だかわからない。最初にすることはデータの型ですね。タイプを知ること。数値データなのか。カテゴリーデータといって数値でないものね。男性、女性とか。そういうのはカテゴリカルデータ。日付だったりするとまた、時系列データといって時間をちゃんと考慮する必要があるので、ちょっと変わってくる。で、緯度経度だったりすると地図が必要なものまで違ってくる。データの型をまず知る。で、それから、基本統計量といって、まあ、平均とか分散とか、もっと工事の、分析を、まあ、軽くすると。で、実はこれは、とても簡単で、パンダスっていうのをこの後勉強します。パンダスのプロファイリングっていうのがあるんで、これを使うと簡単にできる。で、次は可視化です。見えるようにする。見えるようにするっていうのは、まあ、この後もやるのはマットプロットリー。これ昔からあるやつです。古典的にやる。もっと新しいプロットリーというのを演習では取り上げて、それで自在に可視化ができる。まあ、このぐらいまでできると、まあ、いろんなことができる。その前にやるのがパンダスね。パンダスを勉強した後に可視化。そういう順番でやっていきます。で、前処理ですけど、まあ、データの、クレンジングと欠損値の処理。まあ、この辺もパンダスでできます。で、いろんなツールも出てます。Google Refine なんていうのが無料でね、使えるウェブベースのアプリなんていうのもありますけど、まあ、基本、パンダスを使いこなせば、この辺もできます。それから、特徴抽出とかデータの集約、この辺もパンダスを使ってすることです。この後やるパンダスっていうのは、結構データサイエンティストの、まあ、必須ツールというか、まあ、かなりコマンドがいっぱいあって、ね、大変なんだけど、最近では、まあ、よく使われるようになっているので、ぜひ勉強してください。で、実際の解析は、統計とか機械学習です。で、機械学習に対してマシンラーニングって言うんだけど、サイキットラーンっていうのがあるので、そいつをやります。で、深層学習、ディープラーニングって言って、まあ、機械学習の一部なんだけど、この中には入っているのはしょぼいので、より本格的なディープラーニングのツールのファスト AI っていうのをやります。統計についてはスタッツモデルスというのをやって、予測は、Facebook のプロフェットっていうのを使おうと思って。で、最適化なんだけど、間違えた。ネットワーク X ですね。ネットワークを扱うのは、MIT で作られているフリーのネットワーク X での勉強をして、最適化は、グロービー。これ商用ソフトで、大学に行けば無料でインストールできるんだけど、買うと高いんで、マイパラフという、それのほぼ同じ動きをする、フリーのやつ、私が作ったんだけど、これを使います。で、制約最適化のスコープとか、スケジューリング最適化のフトスイープとか、配送最適化のメトロなんていうのも、一部はウェブベースで動くように最近したので、この辺をできれば使ってやって勉強していきたいと思っています。
で、まあ、余力があればっていうか、もっとマニアックなことが知りたい人は、実際にアプリを作って、それをデプロイといって、まあ、クラウド上に乗っけるとか、そういうところまで、時間があれば教えたいと。普通の、演習の中でも時間ないと思うんだけど、希望者がいれば。一応私が作ってるのは、使ってるのは、ストリームリットとか。実際に公開するときは GitHub を使います。で、実際にデプロイするときは、こう、マイクロソフトの Azure とか、Amazon の AWS とか、Google の GCP とか、もっと安いデジタルウォッシュとか、そういうのを使って、多分学生枠で無料のがあると思うんだけど、1年ぐらい無料で使えてね、クーポンくれるとかっていうのがあると思うんだけど、そういうことが、必要になっていきます。多分この辺については GitHub とかは、なんだっけ、Python に簡単なのがあったと思います。で、この辺をやるには多分 Linux についての基礎知識がいるので、まあ、その辺も興味があればやっていきたいと思ってます。